こんにちは、吉田です。今回もこの動画を見ていただいてありがとうございます。ということでですね、今日はですね、私の現在愛車のポルポルくん、まあポルポルくんというのはポルシェなんですけども、決して自慢ではないです。ポルシェの中、そうですね、私はですね、今ネットで、まあ事業をやってますので、その中でもですね、車の中の生活、車の中の生活って言ったらあれですけど、車の中、いわゆる動くオフィスなんですね。僕にとってはこの車の中でもネットで作業することもできますし、先ほどもですね、電話相談ということで、ネット販売事業に興味がある人と一緒に、ね、電話をしていました。で、ちょっと面白かったんですけども、先ほどまでね、そのカフェで仕事をしてたんですけども、やはりこういう電話相談をするときっていうのは、僕意識してるのは、やっぱ静かなところで集中して目の前の人とのお話を集中したいからですね、車の中で電話相談したりとか、まあズームしたりだったりとかね、するんですけども、その中僕が設定してあるものをちょっと公開していきたいなと思ってます。まあどういう風に今この中がなってるのか、まあ、ちょっと面白いかなと思って、なんかないかなと、動画アップできるならなんかためになるようなお話ができたらなといつも思ってるんですけども、じゃあ公開していこうかなと思います。実際ね、ちょっとね、ちょっと変わった風景になってるかもしれないですけど、あんまりこんなポルシェやね、見たことないんじゃないかなと思うんですけど、実際はそのポルシェのカイエンターボになります。で、今はですね、目の前どうなってるかっていうと、駐車場なんですけど、見てください、これこんな感じですよ。ダサいでしょ。まあ、ダサいかどうかはそのもう見てくれる人の判断なんですけど、これですね、最近ですね、もう大好きな、もう非常に便利なんですよ。もう切り替わるんですよ、これ見てください、ランプが切り替わります。やばいでしょこれね。えで、光の調整もできます、これで。ブで、ここね、結構ね、プライベートニュースサービスってメルマガで、有料メルマガで、毎週火曜日の8時に僕が配信してるんですけども、このアイテム、これ、見てください、これ。シュガーソケットで繋がってですね、コンセント、充電までできます、これ。アマゾンで、相当リサーチしてて、これいうの車の中で充電できるのないかなと思って調べてたんですけど、ようやく自分に当てはまるのがあって、ずっと、ここ、使ってたんですけど、これいいですよ。しかも USB のコードのとこもありますし、4個もついてますし、コンセントも2個。で、車の中で長電話するときとかですね、もう非常にマッチします。あとはこうやって、もうパソコンをね、持ってやってます。まあ、後ろ方になるとですね、もう主にネット販売事業で使ってた車なんで、まあ、倉庫に商品を持っていくために必要なね、在庫だったりとか段ボールとか入れますんで、こちらはですね、もう世界の海外の僕がね、言ってたキャリーバッグになります。こいつもオリジナルなんですけども、すごい。今もう世界に1個だけじゃないかな、これ持ってる人。いいでしょ。あとはお気に入りのハットちゃんですね。もう超大好きです。はい。ということでですね、こんな感じで、まあ、動くオフィスと言って、リモートワークもしつつ、ね、電話相談しつつ、こうやって生活してます。まあ、好きな環境にこれでボーンと行ってね、やったりできます。こんな感じでね、集中できる場所をいつも探しております。で、自分のエネルギーの高い場所、そして自分のパワースポットだったりとか、まあ、環境のパワースポットだったり、物の環境、ね、パワースポットだったりとかあると思います。そういうのを一つずつね、毎日1ミリの進化と思って、探し求めてはどうでしょうか。今ですね、今日は休日かもしれないですけども、どんどん挑戦して、未来明るくなるために、今を本気で生きて、どんどん行動していただければと思います。それでは、本日もご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひこの動画でですね、良かったと思った方はいいねと、そしてチャンネル登録もお願いいたします。まあこの動画がね、吉田雅史さんと面白い人がいるよって友達にも紹介していただければ嬉しいですし、またビジネス皆さんとどっかでできればなと、そして一緒に参加、ビジネスの参加していただいて、そして吉田と何かね、毎日未来一緒に海外の旅先だったりとか、国内でもね、お茶しながら、こいっ飲みながらやってきていいなと思いますんで、ぜひよろしくお願いいたします。今日はご視聴いただきましてありがとうございました。私のですね、こんな車ですけども、ちょっとでも見ていただけたら嬉しかったです。ありがとうございました。